どうもゴルフコンドル TV コウキです。久々の動画ね、ありがとうございます。私ですね、実は2年連続クラちゃんというものを送らせていただきまして、今日そのクラちゃんになった時のクラブセッティング、どうぞご紹介しますんでよろしくお願いします。ということでいきましょうか。ドライバーからです。これいただいたんですけどもね、キャロウェイのローグ ST トリプルダイヤモンド S、 はいね、これヘッドもちょっと小ぶりな感じで、で私はこの重りを外してちょっと軽めにセッティングします。でシャフトが私がいつもお世話になってますヤードスティックさんね、 45.5 ぐらいになってます。はい、続きましてこのシーフードヌードルから出てきますのが、これ私いただきましてですね、私のゴルフの師匠であります右京さんからいただきまして、どうもありがとうございます。いえ、これはもう結構前ですよね。これ古いですね。これもう何年前ぐらいなの？かな、2000年くらいですね。2000年ちょっとぐらいですかね。タイトリストの 980F ということで17度。もう本当にもう小ぶりも小ぶりですよね。今のいや、かなり小さいですね。まあまあ小さい方が、うん、まあ、ラフから持ちやすいし。あ、操作性を求めるなら、いろんな傾斜から打つクラブは、まあ、小さくてもいいんじゃないかなと。今最近大きすぎる。大きすぎるんで、まあまあ平らなところに専用に感じますね。あ、個人的にはね。深いですね。個人的にはね。いや、でこれ EV の 7TX です。これ売ってませんよね。もうこれないですね。ね、まあ、特に TX ごめんなさい、いいのかな、もういいか、時効やね。あ、そうです。売ってないです、ね、いや、いただきました。いや、いいんじゃないですか、ね、はい、これはもう完全 MVP クラブですね。本当にありがとうございます。いやいやいや、もう本当にそんなに使ってもらってどうかよ。いや、本当にで、ちなみに3バウンド入れてませんので、私ははい、入れずにいただきました。ありがとうございます。はい、友情出演もしていただいて次、これはハイブリッド、タイトリスト910のハイブリッドで21度ですね。で、シャフトはヤードスティックさんのツアースティックフレックス X、 部分というよりかはちょっと1日ぐらい短いみたいな、ね、感じですけど、はいね、あちらにも山下さんがいますけども、はい、このシャフト のシャフトの特性をちょっと、あ、これはですね、あ、うちのお店出しちゃった、ね、あ、そうです、そうです、もちろんでございますよ。これは3点合成法というね、はい、そのシャウトのしなり方を決める方法なんですけど、はい、先と真ん中と手元の合成を 別に測って、それで計算して出したしなり方なんですよ。まあ一応先中調子か、先中調子、はい、調子ぐらいです。でスチールシャウトはどっちか言うと全部手元調子系のやつが多いんで、うんうん、まあカーボンだから出てる特性ですね。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。これもすごくお役立ちクラブということでね、ありがとうございます。はい、友情戦お二人目ありがとうございます。ということでウッド系終わりましてですね、ここからアイアンです。これ見てもらおうかな。5番から、まず先にピッチングまでがスリクソンの Z765 ですね。普段は5番入れてないんですけど、ショートホールで190とか185以上のがあるんで、まあ、あえて入れてます。でシャフトは、ダイナミックゴールドの S200 ですね。はい、まあ、ちょっとヘッドが重いんでね、先ほど右京さんから変えた方がいいよって言われてるんですけども、はい、まあ、そこはまたちょっと後で相談させていただきます。でウェッジの方です。ピッチングウェッジね、さっきありましたけど48-52で、これがモダートさんに作っていただいた57度ですね。この485-2はヤードスティックさんの LS01 ですけども、これヘッド軽いタイプ、まあ、これ普通のタイプということで、はい、これもシャフトは基本的に一緒ですね。 DGS200 でパターです。スコッティ・キャメロンのこれちょっと何か分かんないんですけど、人からいただいたものでしてね、あ、ここ書いてますね、ニューポート2、結構古い2015年ぐらいかなモデルで、でこれも山下さん、また友情出演で、すみません、これ切っていただきまして32インチにしていただいて、あ、で重りも入れてます。まあ、中野さんの身長やったら短いですよね。
あ、まあ一般的にはそう。でもそうした理由は、うん、やっぱりボールの上に目が来る、うん、ということと、うん、あと顔を水平にアドレスできる、うん、そうですね、長さにしてます。ということで、重りも入れていただいて、あ、そうです、グリップの中にちょうど両手の中心ぐらいに重り入れてるんですけど、まあこれは昔ね、プロにやらせていただいて、すごい商品をゲットしたと特殊な方法で。なるほど。いやでもこれ入れることによってなんかこうブレがないんですよ。あ、そうです。バックスイングの時の安定性があるんですね。はい、はい、うん、いやありがとうございます。ということで重量戦2回目ありがとうございますということで、私のクラブいろいろ出ましたけれどもね、14本ではなく13本で、はい、2年連続クラちゃん取らせていただきましたので、ここだけ何回も自慢させていただきますけれども、はい、ありがとうございます。ということで久々の動画ですけども、チャンネル登録皆さんしてください。そしてグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。また動画作ります。ありがとうございます。